モハンマド・ジャバード・アル・ダシール・ラーリー・ジャーニーは、イランの政治家、ウラマー、研究者、イラン司法権人権本部事務局長で、イラン最高指導者の最高顧問。テヘランの理論物理、数学研究所所長を兼任、全イラン国会議員、全イラン国会調査センター所長、全外務副大臣。モハンマド・ジャバードは、 今でこそ法位をまとうことはないが、ウラマーの家庭に育ち、伝統的なイスラム高等教育機関法ゼを、卒業後、シャリー福岡大学で4年間法位をまとって、電気工学を学んだ。その後、海外で研究を続け、カリフォルニア大学バークレー校数学科博士課程に在籍。しかし、博士課程を修了せず、博士論文も執筆することなく1979年の、 イスラーム革命で、イランに帰国した。ジャバードは、アーヤトンラーのハーシム・アーモリーの息子で、アリー・ラーリー・ジャーニー原国会議長とサーデグ、ラーリー・ジャーニー原司法府長官を弟に持つ。原国会調査センター所長のアフマド・タバッコリーは、いとこに当たる。2008年の記者会見の場で、イラン政治犯の大量処刑について尋ねられた際、イランの出生率は、 約4%と良好。毎年200万人の新生児が誕生している。自分は楽観的な見通しを持つ前向きな人間と回答したのは有名。2010年の BNBC ニュースのインタビューで、ジャバードはイランの女性活動家で2003年、ノーベル平和賞の受賞者、シーリー・ネバーディーの法律事務所に所属する著名な人権弁護士ナスリーム・ソトゥーでの逮捕を用 ソトゥーレは9月に拘留され国家安全保障に対する共暴とイスラム共和国に対するプロパガンダのルフの容疑で起訴されている。ジャバードは NBC ニュースにイラン当局はソトゥーレがイラン国家安全保障に対する極めて悪質なキャンペーンに関与したと確信していると語った。2011年5月、ジャバードは麻薬密売業者に イラン国内の自由な通行を許可する可能性を示唆。2012年1月、イラン司法権人権本部事務局長を務めるジャバードは、同性愛を病気と表現し、同性婚を不道徳と断じた。イスラームにおける男女の問題については、イスラーム教は男女の違いを認めており、これは女性の存在に欠陥があるということを意味するのではなく、女性は 男性より優れた特徴や能力を備えており、このため男女を同じものと見ることはできないと考えていると語っている。2011年11月、ジャバードは核兵器はイスラームの教えに反すると表明。しかし別の機会には超強行派の立場を示し、イランの原子力エネルギー利用の権利を熱烈に擁護した。2010年2月のイラン学生通信とのインタビューの 中で、ジャバードは、西側諸国は、イランの核の要求を、すんなりとは受け入れないだろうが、イランは力ことごとくでも要求を実現しなければ、ならないし、現にそうしていると語った。さらに、イランは、ウラン濃縮について交渉する必要はない。イエローケーキも、交渉の必要はなく、核兵器のみ交渉を必要とする。私の考えでは、 イランの核戦略の前進は国益に基づかねばならないが、それにはより強力で緻密な外交が必要と語った。ありがとうございます。